はい、それでは撮っていきましょう。でね、はい、私たちはこの後引き続きも、はい、マッコリと、うん、こんちゃんはホロ酔いの続き。でもマッコリ飲んでみたい。飲んでみたい。お、ちょっとだけ、ゲームを味わってもらおうか。うん、じゃあ2人分。そうですね、いただきましょうか。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いただきます。じゃあ、ごめんなさい。マッコリは正式にこういう入れ物で飲むんだよね。らしいね。ありがとう。はい、じゃあでは乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。初マッコリ。うん。おいしい。ジュースみたい。うん。あ、そう。甘いかもしれないですね。なんかすごい甘い。うん。なんか喉越しは本当に。グッて入ってくるんだけど、か後からマッコリってくるんですよ、グッて。そう、あのね、酔いがね、マッコリって後から来るから気をつけて。時差がすごい。あ、でも美味しい、すごい、うん、でね、はい、今回は、はい、このほじゃん、このシリーズ。このシリーズみんなコンビニで見たことあると思うんですけど、あるちょっと高いおつまみね、うんうんうん、これ実は裏にアレンジレシピが載ってるんですよ。美味しそう。で、これをちょっと試してみたいなと思ってやってみたいと思います。はい、でね、まずはこのつまみ、これね、ヨーグルトにリンゴジャムを合わせたディップソースがおすすめって書いてて、これをこれにディップするらしいんですけど、待って、サラミですよ。そう、これにちょっと各自ちょっとディップしてもらって、はい、食べてもらいたいなと、はい、思いますね。まずはこのままちょっと一口食べてもらって、うん、これをどう飲もうか。いただきます。はい、いただきます。はい、じゃあ行きましょう。あ、いい匂いする。いただきます。いただきます。サラミだ。うん、うん、間違いない。裏切らない味ですね。本当に美味しい。美味しい。粗挽きでね。うん、これがどう変わるかですね。ね、これ本当にガチでちょっと評価していいんですかね。そうです、そうです。ちょっと本気のシンキングタイム。はい、シンキングタイム。違う。お、あ、これなんかでも両方つけた方がいいですよね。あ、いちごがいいんじゃない。いちごじゃない、これリンゴ。いただきます。なんかおやつになります。おやつ、おやつなんていうの、デザートみたい。あ、甘くなるってこと。うん、難しい。いただきます。なんていうんだろう、すごい美味しいけど。どう。え、どうですか。ちょっと顔がなんか普通でもなんか別、口の中で分離するし、どうせなんかよくわかんない。あ、なんか味が、ね、双方味が強すぎてあんまり好きじゃなかった。美味しいけどね。ガチなやつだ。じゃあちょっといただきますね。合わなくはないのかな、うんうんうん、なんかデザートになるんでしょ。生ハムメロンみたいな感じだね。あ、うん、確かに。なんか絶妙な感じだよね。別でいいかな。うん、うわちょ、なんか、うん、合わなくはないんだけど、なんかおしゃれな感じなんだよね、うん、なるほど。なんか分離するね。そう、口の中で、うん、そうなのよ。でね、次はこれです。チータラ。あ、チータラ。チータラにブルーベリージャムを乗せて食べる。これは美味しいぞ。これは美味しいと思うんだよね。だってチーズだもん。まずは普通に、まずは普通に、あ、もう食べ慣れてるんだよな。うん、食べ慣れのチータラ、うん、これはあると嬉しい。美味しい。絶対買っちゃうんだよね、飲むとき。お酒に合う。うん。ではちょっと、はい、ブルーベリーを乗せていくか。うん、てか見た目もいい感じになりそうだよ。そうだね、おしゃれだ、おしゃれだよね。ちょっと待ってね、新品だからね。これぐらいかな。そう、そうね、そのいい量、いい量。トゥルン、醤油。トゥルンって言いましたね。いただきます。はい、うん、うん、美味しい、美味しい、美味しい。じゃあどうぞ。はい、なんか美味しいね。うん、あれ、あ、うん、うん、めっちゃ美味しい、美味しい。これすごい相性いい、うん、頑張れ。うん、なんだろう、
レアチーズじゃないんだけど、うん、そんな感覚の、うん、あの絶妙なマッチする感じ。美味しいです。美味しい。これ20丸ですね。私は全員20丸ということで、うん、最後、はい、当たり目。当たり目、これがね、何何当たり目を、クリームチーズと刻んだ塩昆布。お、こちらですね。ちょっと見た目がちょっとあれなんですけど見せられおじさんのすねみたいな。確かにやだ、ね、ちょっと辛くて、あのこれにつけて、ちょっと見えなくもない、うん、どうぞこんちゃんから。あ、私からいただいて失礼します。はい、いただきます。はい、これはなんかすごいぞ。なんかどうやってしようかな。おじさんのすねにしか見えない。おじさんのすねみたいだね。すねにしか見えないね。おじさんのすねみたい。いただきます。お、あはは、お、あはは、お、あはは、事故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 、セーフ。大丈夫大丈夫大丈夫。いやいやいや、何もなかった、何もなかった、今何にもなかった。大丈夫だった？全然大丈夫なんだけど。よかった、大丈夫だよ。ちょっと味が分かりませんちょっとハプニングがね、ちょっと持っとくわ。はい、クリームチーズかな。あ、いいんじゃない、こんな感じ。なんか芋虫みたいな。入れてください。はい、いただきます。いただきます。うん、あ、なんかつい、いつもなるんだよ。うん、うん、なんだろう、なんか美味しい気がする。これなんか美味しいんだけど、なんかこう味わってくうちにもうこのスルメ、当たり目の味が強くなりすぎて、うん、なんかもう分かんなくなっちゃう味が、うん、まあでも美味しいかもね。味変みたいな感じがいいのかも、うん、これも食べてみる。あ、そうだね、パテ、フォアグラ買ってきていただいたので、うん、フォアグラパテ、フォアグラですよ、フォアグラ。すごいじゃん、うん、三大家だよ。パンにする、パンにする、パン半分こしようか、みんなで。お、捨ててちゃってやっちゃっていいですか。捨ててくださいな。つけます。おしゃれだね。なんかフォアグラの味ってわかる？フォアグラあんま味わかんないんだよね、うん、わかん、あんま食べへんもんな。食べない。結婚式で、うん、あ、確かに食べる、出るもの。どうですか、あーちゃん。うん、なんかサバ缶と一緒に食べてる。一応フォアグラなんですけど美味しい、うん、なんか、うん、犬の餌の匂い。やめてください。だいたいシーチキンとかそういうのは犬の餌の匂いがするんです。犬の餌、うん、いただきます。でも犬の餌だって意外と美味しいからね。みんな食べたことある？猫の餌とか。あ、でも食べれるって聞きました。そうだよ、美味しいんだよ意外と。ちょっと味薄いけど。最近、うんうん、めちゃくちゃ恥ずかしいなって思った瞬間っていつ、うん、めっちゃ恥ずかしい。なんかさ、本当に嫌だ、帰りたいみたいな。これは別に可愛くない恥ずかしいんだけど、うん、可愛くない恥ずかしいんだけど、なんか、うん、冬場ってさ、タイツとか履くじゃないですか。タイツ履く、そう、で、こうスカートがね、巻き込まれてる時、うんうん、あるじゃないですか、はい、で結構こう、うん、女子トイレを出る前までに、うん、結構いろんな方が教えてくれるんだよね、あれって、うん、でも私もなんだけど、うん、そう、巻き込まれたまま出ちゃったらもう事故だから。あ、確かに大事故じゃん。もうその女子トイレにいる間は聖域だからさ、誰かが言ってあげればセーフみたいな、うん、だから私もそういう人がいたらもう出る前に全然知らない人でも、あ、出てますよお尻みたいな感じになるんだけど、そう、ちゃんと言う、そう、ちゃんと言う、お尻に巻き込まれてますよ、スカートみたいな。だからそこ出る前までに教えてあげなきゃいけない。ミッションだからあれは。確かに。そう、躊躇すると本人がかわいそうだから。そう、かわいそうだから、絶対言った方がいいですよ。それだけは言ってあげないといけないと思って。でも結構本当に自分もよくやるけど言ってくれるから、うん、優しい世界なんだよなと思って。確かに。じゃあ大きいの開けましたね。そうなの、これうまいよ、贅沢絞り、美味しい。それは何なの？レモン、うん、レモン、これはレモンサワーなんだけど、レモンサワー、なんかこの贅沢シリーズがあって、トマトとかいろいろあるの。うーん、でこの贅沢シリーズがすごい美味しい。初めて見た。本当？うん、もう美味しいよ。ストロングかと思いました。でかいやつは大体ストロング。確かに。そうなの、ストロング。あの、マオちゃん、阿久津マオちゃん。あ、マオマオ出てるよね。出てますよ、マオちゃんって。一回ね、はい、YouTube の企画でストロングを飲み続ける企画をやったことがあって、うん、
もうすごかったの。すごかったの。もうね、みんなベロベロになっちゃって、うん、その時なんだけど、壁に頭を打ち付けてた時はストレスだったのかな、うん、そう、ちょっと壁にね、うん、頭を打ち付けて、うん、泣いて、うん、すごくご迷惑をおかけしました、真央ちゃんには。え、YouTube? YouTube、うん、じゃあ、ワンラブチャンネルですよ、ワンラブ。そうそう、残ってるってことね。キムの方、そう、アンラブキムのチャンネル残ってるんだけど、うん、でもそれはもう綺麗な状態で編集して上がってるからじゃあ、もう泣いて打ち付けてるところは、うん、ありません。なんかメイキング映像みたいに出ないんですか？うん、出ません。みんな待ってると思う。いや、本当に、うん、見たい？見たいですよね、うん、そんな。見たい。見たい。普段見られないから見たい。出ません。そう。